ご紹介したいと思います。少し珍しい。さあ、それでは早速読んでみましょう。ブラキー。どこから来るの？さあ、向こうの林の中から一番こう黒い鳥が現れました。どこ？姿が見えましたね。さあ、それではご紹介します。こちら先日那須の山奥で発見された新種のカラスです。はい、信じないでください。冗談ですよ。それでは改めましてご紹介します。こちらはヒメコンドルと呼ばれるコンドルの仲間です。さあ、そして猛禽類といったお肉を食べる鳥なんですが、自ら狩りを行うことはしません。ではどのようにして餌を得ているのか。それは自然に自然界で命を落とした動物のお肉を食べているんです。自然界のお掃除屋さんとも言われています。そして日本猛禽類たち非常に目がいい種類です。ですので視力がとてもいいんですが、このコンドルといった鳥、とても嗅覚が鋭いことでも知られています。そして特徴的なのがその鼻の形です。右の鼻の穴と左の鼻の穴が貫通した形になっているんです。それは上空高くを飛んでいるときに風に乗った獲物の匂いを嗅ぎ分けられると言われているのです。さあ、ブラッキーどこに行ってしまったんでしょうか。消えてしまいましたね。さあ、そしてこのブラッキー、先月デビューショーにデビューしたばかりの新人です。さあ、皆さん温かい目で見守ってあげてください。そしてこのコンドルといった鳥、16キロ先の匂いも分かると言われています。実は犬よりも嗅覚が優れているんです。さあ、それではブラッキー、こっちまで帰ってくることができるでしょうか。消えたね。さあ、どこにいるか見当もつきませんが、きっとあっちの奥の林でしょうね。さあ、それではそろそろブラッキーのお時間も過ぎてきそうですので、続いての鳥をご紹介したいところではありますが、ブラッキー、お仕事ですよ。さあ、それでは戻ってこれなそうなので、続いての鳥ご紹介しましょう。